こんばんは、三輪忍です。この動画は5分間謎解きミステリー、偽りのやりとりの回答編です。出題編をご覧になっていない方は、そちらを先にご覧ください。それでは、回答編、始めさせていただきます。問題は、大川警部はあることに着目し、高岡のトリックを見抜きました。そのあることとは何か、でしたが、回答は、刃物の柄の血です。解説に行きましょう。大川警部は、鑑識課に質問をしていた。この刃物の柄についていた血だけど、平井の血だよね。ええ、もちろんそうでしたよ。うん。この血の跡だけど、血のついた指で触ったものだよね。血の指紋がついてるし。ええ、そうですよ。その血の指紋の中に、平井の指紋もあったのかな？ええ、ありましたよ。というより、検出された平井の指紋は全部その種のものでしたよ。警部、どういうことでしょう？腹部を刺され、血を流した後に、平井は刃物の柄を握ったわけだ。おそらく傷口を押さえた手で。一方、刺される前の平井が刃物を握っていた痕跡は検出されなかった。そういえば、平井を刺した後、彼が動かなくなるまで刃物を握りしめていたという高岡の証言、おかしいですね。高岡の計画では、殺害後に平井自分の順番で指紋を残せばごまかせる予定だったのかな。被害者が傷口を両手で押さえるなどした場合、どうなるか気づかなかったのだろう。なるほど。まあ、他にも詳しく調べないと結論は出せないがね。その後、大川警部の捜査によって刃物の購入ルート、動機まで暴かれた高岡に、正当防衛を主張することはできなかった。さて、いかがだったでしょうか？この動画では皆さんからのご意見ご感想など募集しております。また一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますのでそちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。